陛下の御御心が国民の不安を和らげる日本だ。ある筋からの情報とあった。今回の新型コロナウイルスによる学校閉鎖によって、低学年の子供を持つ国民の辛い負担に思いを致された天皇陛下は、宮内庁長官に、全国の皇室関連施設で可能な限り子供たちを預かれないか検討せよと指示されたとか、現在使用可能な全国の皇室関連施設をすべてリストアップするようにと具体的な指示の形だった。その中には、例外を設けず、陛下ご家族がお住まいの赤坂御所や葉山御用邸、そして京都御所も含めるように命じられたとのこと。緊急の国難に際して、天皇陛下は国民が苦しんでいるのに、皇室が共に苦しまなくてよいのかとおっしゃられたとのこと。天皇陛下のご指示を受け、宮内庁では大至急このリストを作成したが、天皇陛下をはじめ、皇后陛下、愛子内親王、秋篠宮など、ご皇族にもしコロナ感染が及べば、誰が責任を取っても取り返しがつかないと判断し、天皇陛下を宮内庁長官が慎んでお諌め申し上げ、政府への本件の伝達は見送られたとのこと。これを読んで、日本書紀や万葉集に記述されているように、天皇はじめ皇族の皆様がいつの時代でも国民の安寧を願い、考え、行動していることに改めて考えを覚える。これが捏造であったにせよ、天皇陛下はじめご皇族の方々は皆国民を気遣っておいでのことと思う。この情報を信じ、天皇陛下の御御心を嬉しく感謝申し上げ、国民皆でこの国難に打ち勝つ誓いを新たにしたい。専門家会議の真摯な提言を受けた首相の緊急発言、それに呼応する都道府県知事の要請や規制に従うのは、感染拡大を防御する国民の責務だが、天皇陛下のお気持ちはその息苦しさをどれだけ和らげてくれただろうか。国民心を合わせ忍耐強く頑張ろう。決して自粛疲れコロナ疲れと口にすまい。お互い様、どうぞお健やかにと優しい眼差しで前に進もうと思う。本当に、スメラミコとおわします日本でよかった。